さあ、ということで、はい、2022年もあと2時間ほどで。うん、あっという間に。終わるんですけれども。はい、まあ今日は大晦日ということで、はい、うん、ヤンタンもちょっと、うんうん、スペシャル。土曜日なのに、私たちでお届けするという感じなんですけれども。毎週土曜日のこの時間は、うん、明石家さんまさんのヤングタウンですが、はい、さんまさんと村上昌司さんは冬休み中ということで、うん、今日はモーニング娘。OG だけの、はい、ヤンタン特番をお送りします。はい、自己紹介でもしてあげますか、ね、そうですね。高橋愛です。お久しぶりです。イエイイエイ、よろしくお願いします。はい、飯窪春菜です。いつもヤングタウン土曜日お世話になっております。そう、うん。はい、そして私、工藤春香です。私は月曜日の方で、うん、今ヤンタンに出させてもらっております。うん、はい、実はこの2022年がモーニング娘。結成25周年だったということで、はい、うん、はい、今日は私たちおじ3人で、はい、なんと25年の歴史を振り返るという、はい。すごいなんか、責任ある、うん。1時間半しかかるよね。うん、はい。25年を。25年1時間半で語れます？語るっていう。別にさ、初期メンバーでもないそうなんですよね。そうなんですよ。25分のいくつかしかいないので。そうだね。ここもさ、私は5期メンバーで、2人は10期だよ。そうですよね。10期と5期もさ、そんなに関わってないじゃない。そう、私たちと高橋さんはもうほんと2日。そうだよね。でもガキさんがリーダーだったんだね。はい。でもガキさんがいないっていう。そうなんですよ。その新垣さんがいなかったり。そうだね。しかもなんかうん、ヤフーニュースにも取り上げていただいて。もう、この3人がっていうのがね。うん。さんまさんの洗礼を受けていた3人が。うん。こう一堂に、というような。すごいプレッシャー感じる。プレッシャーだね。確かに。今ね、ラジオで見えないのが残念なんだけど、すっごい顔真っ赤になってたから。確かに。急に緊張しちゃって、どうしようと思って。うん、そもそも私も高橋さんと卒業とこういう加入との入れ違いっていうのもあって、うん、そんなにおしゃべりする機会なかったから、うん、今まで。なかったと思う。だから今からこの1時間半が、うん、この私加入して10年ぐらいで初めて、ここまで長くおしゃべりするかもしれない。うん、そうかも。そうですね。うん、高橋さんと春南が、ヤンドのアシスタントの入れ替わりみたいな感じですか？結構空いてるかもね。結構空いてるんだ。私、私、道重さんと三井愛花さんの後なので。そっか。そっか、そっか。へぇ、あー、なんかすごいですね。皆さん。そうですね。ヤンタンをつなげて、こう。ヤンタンをつなげて。関わってはいるっていうつながりですね。いや、喋っていきましょう、1時間半。はい。結構たっぷり。すごい25周年分量あるので、うん、まあ、今日はそれを中心にじっくりお話ししていければなと思っております。はいはい、それでは行きましょう。モーニング娘。25周年スペシャル。高橋愛、飯窪春菜、工藤春香の MBS ヤングタウン。はい、今回特番をお送りするにあたり、うん、ファンの方からですね、うん、たくさんメッセージをいただいておりまして、はい、早速紹介していきたいなと思います、はい、ラジオネームかなちゃんさんからです。はい、愛ちゃん、はるなんどぅ、こんばんは。こんばんは。モーニング娘。25周年おめでとうございます。私は来月28歳になるのですが、うん、生まれてからずっとモーニング娘。が大好きです。私の中で一番古い将来の夢の記憶もモーニング娘。で、うんうん、保育園の卒園アルバムには大きくなったらモーニング娘。になりたい、だって可愛いんだもんと書いてありました。可愛い。小学生の時はブロマイドカードを必死に集めて、中学生では新曲が出るたびにダンスを完コピして、うんうん、高校生の時はお弁当の時間の後の歯磨きタイムの時に歯磨きをマイク代わりにして廊下で熱唱していました、大学受験の第一志望校に合格した日、愛媛で握手会があり、うん、今大学合格したんですと報告したら、うん、田中玲奈さんと春南とあゆみんにおめでとうと言ってもらえて嬉しかったです、うん、ずっと夢だったモーニング娘。になることはできなかったけど、今は小学校の先生になっています、うん、給食の校内放送内の先生インタビューのコーナーで、子供の頃の夢は何でしたかと質問された時も、ずっとモームスになりたかったですと熱弁しました、うん、どの時代でもモーニング娘さんが私にパワーを与えてくれます。だから私も子供たちに夢を与えられる先生になります。これからもずっとずっとモーニング娘を応援します、大好きですとのことです。すごい、すごい熱い思いが、ね、すごい3歳だったってことだよね。それそうですね、28歳同い年です、私。そっかそっか、あ、そっか、うん、すごい。でもさ、3歳の時覚えてる？3歳の記憶はないけど、うん、一番古い記憶はやっぱりモーニング娘。で、カラオケで、うん、ハッピーサマーウェディングとか、うん、あとプッチモニさんのチョコットラブとかを、うん、こうお母さんと一緒に歌ってましたね。そうなんだ。私は3歳の時、
3歳だったかちょっと定かじゃないですけど、うん、幼稚園の時に、うん、年中さんだったか年少さんだったかの時に、うん、ひょっこりお誕生日、モーニング娘。ひょっこりお誕生日を、なんか劇でやったんですよ。うん、そうなんだ、曲に合わせて、みんなで、そのちょっと海賊っぽい格好して、うん、先生たちが段ボールで作った船で、なんか劇をやったり、うん、あとミニモニーですね、私は完全に入り口が。うんうんうん、そっか。はい。だったので。でも覚えてるんだね。やっぱ物心ついた時からいたので、モーニング娘。そうかそうか。完全にいたので。私中学校の時だったからさ。ああ、そっか。そう、結構大人だったじゃん。大人だったから記憶はあるけど、3歳の時からずっと好きでいてくれるって、すごいことじゃない？すごいことだ、すごい。で、それで入ってるからすごいけど、二人。いや、偶然というか、運の強さ。本当にあの、人生の運を使い果たしたって言っても過言ではないんですけど。とんでもないです。でもありがたいですよね。嬉しいですね。もう先生になって夢を与えてるっていう、うんうん、しかもずっと好きでいてくれるっていうことがすごいですよね、うん、すごいよね。だって25年ずっと愛してくれてるってさ、うん、いやすごいですよ。すごいことだと思う、うん、銀婚式ぐらいの勢いですね。銀婚、そうだね。25周年そうだ。すごい話ですよ。すごいよね。ありがたいですね、うん、本当に。熱いメッセージ、こっちも来てますよ。はい、東京都三鷹高光さんからです。ありがとうございます。はい、愛ちゃん、はるなんどぅ、こんばんは。こんばんは。僕が初めて行ったモーニング娘。のコンサートは、2002年の秋、横浜アリーナでのコンサート、小学生の頃でした。コンサートの前日は、遠足の前日に楽しみな気持ちで眠れないのと同じく、全く眠れなかったのを覚えています。それと、コンサートまであと何日という紙を自分で作ってカウントダウンしていたのも懐かしいです。当日は自分用に好きだった石川さんのうちわを買って、それと来られなかった友達が好きだった愛ちゃんのうちわもお土産で買ったりしました。すごい。そのコンサートの1曲目だった Do It Now。崩れるってなんか超それだと私も高橋さんの卒コンで泣きましたよ、セレモニーで。そうそうそう、しか被ってないのに泣きました。そうそうそう、はい、でもなんか不思議だったよね、まーちゃんもすごい泣いてて、うんうん、でもなんか、なんだろう、被ってないんですけど、うん、やっぱこう一ファンみたいなところもあるから、うん、あ、そうだったんだ。単純にこう、うん、モーニング娘。からいなくなっちゃうみたいなところは悲しいってなりましたね。でもなんか突っ込んだ気がする。え、なんでみたいな。確かに。そうだそうだ。みんな泣いてて。なんでつって。なんか特にジュッキーが謎に泣いてた気がする。謎に泣いてたよね。だからすごい不思議な空気だった気がする。でも嬉しかったけどね。うん、不思議だった。確かに。いやいや、一日二日じゃんみたいな。今思えばなんでだろうと思いますけどね。でもなんかあの空気もあるよね。あります、あります。なんかみんながこう泣いてる空気にさ、うん、持ってかれるっていうところあるじゃん。だって今私、後藤さんの卒業って聞いただけでちょっとうるっときた。だからか、なんか、羽つまわしてるのかな、くしゃみしたいのか我慢してんのか。なんかその、いや、なんか泣いてたのね。するだけで、うん、なんか、いや、まあでも、なんて可愛いの卒業って。特別だなって思いますね。そうなんだ。でも確かにね、うん、でもそうやって見守ってくれてるわけだから、卒業ライブ、ね、うん、ありがたいですね、うんうん、ありがたいですね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さん素敵なメッセージどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後も私たち3人の、ヤングタウンぜひ聞いてください。はい、全略のコーナー、イエイ。さあ、早速やって、愛知県の愛知の低音さんからです。はい、ホームス OG ヤンタンの皆さん、こんばんは。こんばんは。今年25周年を迎えたモーニング娘。は、45名のメンバーが歴史を紡いできました。うん、もし、過去や未来にタイムスリップできるとしたら、一緒に活動してみたいメンバーは誰かいますか？同期になってみたいメンバーも聞いてみたいです。難しいなこれは結構難しいよ。難しいですね。
めっちゃ難しいな。難しいな。私、うん、一緒に活動してみたいメンバーっていうよりかは、うん、ハロモニー劇場とか見て育ったので、うん、出たかったですね。だから前に一回特番で出させていただいたのがすごい嬉しくて、うん、頑固一徹と、うん、っていうのに参加できたのがすごい嬉しかったんですよ。うん、あの時代を体験してみたいです。みんな大変だったけどね、みんな。言いますよね。言いますよね。しかもみんなセリフ覚えるのがすごい早くて、その日とかにもらうわけ。うん、それでもわっと覚えてやんのよ、みんな。すごい吉田さんとか。あれ全部なんか、セリフもう決まってやってるんですか、うん、そう。でもアドリブとかめっちゃ入れてたけどね。へぇ、そうそう、懐かしい。大変だよ。大変だし、恥ずかしがっちゃダメだから。そうですね、うん。もう思い切ってやらなきゃいけないから、そこで結構みんな度胸がついたと思う。へぇ、私はなんかこう、具体的なあれはないですけど、うん、その、ミニモリとか、うん、そのタンポポとか、うん、プチモリ、シャッフルユニットみたいなのがあったじゃないですか、うん、ユニット、派生ユニットが、うん。あれがやっぱ羨ましかったんですよ。すごい。そっかそっか。で、もう自分たちの時なかったし、うん、乙女組、桜組とかも、すごい嬉しくて、うん、見てるのも好きだったし、うん、曲やらせてもらうのも嬉しかったし、うん、でも明確な、うん、その、あなたは乙女です、桜ですとかないから、うん、その、どっちも行き来するんですよ、結構。あ、なんか、乙女組の曲続いたなと思ったら、急に桜組に入れられたりとかするから、うん、なんかそれは体験したかったなっていうのがすごいあります。ね、それで言うとさ、私ソルト5っていうなんかこうゲラッパラッパっていう歌があるんだけど、あの曲がどうしても歌いたくて、その時セブンエアだったのかな私。でそのグループどうしてもやりたくて、その曲とそのダンスがどうしても踊りたくって、振り付けの時にやってたの。全然違う曲の時だよ。で夏先生が振り付けしてくれてた時だったんだけど、私その曲をずっとやってたの。違う曲なんだけど、やりたすぎちゃって、覚えたすぎちゃって、それを踊ってたら矢口さんにめっちゃ怒られた。怒られたんだ。そう、それぐらい入りたかった、ソルトファイブに。でもその時は、もう、有無を言わさず、あなたはここですよ、なんですか。あ、そうそうそう。もうあなたはここですっていう感じだったから、なんか曲、セブンエアも好きだったんだけど、とにかくあの、なんか、ヨーヨーワーワーみたいな感じのラップみたいな感じなのがどうしてもやりたくて、だから誠いいな、みたいな、相棒いいな、みたいな感じで、ずっと羨ましかった。それで言うと、その今、アイボンっておっしゃいましたけど、うん、私たちの時ってもう完全に先輩後輩で、愛称で呼ぶっていうことがなかったから。あ、なかったです。はい。あ、そうなの？それ先輩方は羨ましいなって思うんですよ。あ、そうなの？はい。完全に、うん、もう先輩はさん付けだし。うん、そうなんだ。そうです、そうです。ニックネームみたいな、なんかこう、すごい仲良くなっても、愛称で呼ぶことはなく。うん、いつから？でも私が入った時に、9期の福村さんと、私、その、いわゆる下積み時代というか、研修生時代が一緒なんですよ。で、その時、水木ちゃんって呼んでて、普通に。なんですけど、モーニング娘。入った時に、一律福村さん。あ、そうなんだ。いいよ、愛ちゃんって言って。いやいや、これを、そういうの、そう、やめよう、そういうの。私、そういうの好きじゃないんだ。いや。確かに、高橋さんのそのイメージすごい強くて。なんか、高橋さんって言われると、こうそばよいんだよね。なんか、それ高橋さんって言われるようなことやってきてないからさ。いや。もう見てる側としては。いや、でも今日から。今日からやってみます。愛さんぐらいから始めますね。いいんですよ、愛ちゃんで。急な愛ちゃんはちょっとハードルが高いです。ハードル高いな。全然いいよ、やめよう、そんな。特にね、私たちとかって、高橋さんとか、ゴキさんのオーディション映像。そう、ゴキさんです。ゴキさんの奥さんですよ。そうなんだ。のオーディション映像を参考にオーディションを受けてたので。あ、そうです。そうなんだ。なんかオーディションの受かるポイントみたいな。あるんだよね、番組があったから。そうなんですよ。って思ったらもう全然、恐れ多くて。いいです。むしろお願いします。しかも私たちのオーディションの課題曲とかが、それこそ高橋さんのラストシングルとかでだったり、あの歌唱審査の曲が高橋さんのソロ曲のだったりとかで、もうレジェンドすぎちゃって私たちの中で。とても恐れ多いですけれども。今日からじゃあ呼んでください。まさか12年の時を経てこんなことが起きるとはって感じですよ。相性で呼ばなくなってるのは初めて知った、今。そうです、そうです。そうなんだ。今さ、野中とチェルとさ、あの友達なんだけどさ。チェルと友達なんですか？チェルにも言ったの。愛ちゃんって言ってって、いやー、ダメですって言われたけど、今言ってってみんなに言いまくってる。そうなんだ。やめよ。だって SDGs じゃん。SDGs 関係ありましたっけ？ですか？ユータンスボーダーレスで行こうよ。みたいに乗って。頑張ります。とりあえず、
頑張って、愛さんぐらいから。ぜひ、じゃあ、そのハードルをお願いします。していただきます。これ1時間半で、それはね、解けるのかどうかってところですけど。すいません。はい、じゃあ続いて紹介したいと思います。はい、ラジオネーム、島根のいったもめんさんからです、はい。モーニング娘。の思い出といえば、個人的にはバラエティ番組での語り継がれるべき名シーンの数々が浮かびます。うん、歌番の安田大明神はもちろん、オカジオの各シリーズ、修学旅行でのカゴちゃんの原宿ダッシュやゴッチンのコマネちゃんの浜見え、体育祭での藤本家など、うん、また東京フレンドパークでの石川さんが新庄亀山オマリーパチョレックと即答した場面も忘れません、うん、記憶に新しいところでは黒バラや新春特番での寝起きドッキリも印象的でした、うん、皆さんが思い出に残っている出演シーンや在籍中出てみたかった番組、また今の現役メンバーが出演したら面白そうな番組があれば教えてくださいとのことです。そうですね、私たちの時なんかそんなにバラエティめっちゃ、うん、でもめちゃイケさんとかは出させていただいたよね、うん、あ、そうだね、そっかそっか、うん、あ、でも私あれです、あれ年齢制限で出れなかった。え、あ、そうなんだ。さやしさんが加藤さんに振り回されてた回は、さやしさん、私振り回された。え、さやしさんも振り回されたっけ。あったよね、でもなんか、うんうんうん、ちょっと何だったか記憶が定かではないんですけど。でもあれ2014年だね。そうで、うん、まだ中学生で、うん、なんか時間帯的に出れないって言われて、うん、家で見た記憶があります。あ、そうなんだ。だから意外とその年齢のハードルが私めっちゃあって、うん、なんか出れないものが多かったりして、18歳ですね。18歳からいろいろお仕事できるんですけど、うんうん、もう卒業したらもう17だもんね。そうなんですよ。確かに。なんかあと局によってはその8時までしか出れないとかもあるから、うんうん、あるあるある。で、あと収録に限らず放送が8時以降になったらもうダメとかも結構厳しかったりして、確かに確かに。それで出れないってことがめっちゃ多くて、うん、それがちょっと悲しかった。だなっていうのを思い出すけど、出たかったっていうのある。そうですね。今もうなくなっちゃったバラエティとかだと、うん、フレンドパークとかはちっちゃい頃ずっと見てたし、見てた、うん、あとあれゲームとかもあって、うん、テレビゲームをわざわざ親に買ってもらったりしてたぐらいだったので、そっかそっか、出てみたかったです。いい子は？私、うん、あのめちゃイケで言うと、うん、あのテストを受けたかったです。ああ、懐かしい。私真ん中ぐらいだったから。バカ女のやつね。バカ女、バカ女。面白かったし。面白いよね。見てる分には面白いんだけど、うん、ドキドキするよ。あ、そうですよね。うん、確かに。バカがバレるからさ。確かに確かに。頭が良かったらいいじゃん、はい。で、バカに振り切ってたらいいけど、中途半端だったから。あ、確かに。確かにね。それが一番しんどいってしんどいですよね。ただのバカっていう。センスないバカっていう。あ、なんだろう。私は朝やに出なかった。ああ。出てないのよ、実は。よく言われるんだけど、朝や見てたって、はい。私出たことないの。で、ミュージックスだったのよ、はい、私のオーディションって。あ、そうなんだ、ね。そうなの。だから、意外と出たことないんだけど、うん、朝や見てましたってすごい、はい、ありがとうございますって。私は見てたタイプだからさ。はい、あれに出たかったなっていう。だって、まだちっちゃかったよね、朝やの時ね。もう、生まれてなかった。生まれてなかった。あ、生まれてなかったのか。一番最初の、うん、その、なんで、初期モーニング娘。の5人の皆さんが、うん、って時は、私生まれてないので。そうだよね。私も2歳、3歳ぐらい。そうですね。見ることもできない状況です。そうそうだよね。映像、それは出たかったなっていう。すごい見てたの、その番組。はい。いろいろ、そこから出たアーティストとか、いっぱいいるじゃない、うん、そうですよね。いますよね。あの、太陽とひつこむさんとか、うん、その、見てて、私が入ってから、ハローなんだって知ったの。はあ、ハローだって思ってなくて朝や見てたわけよ。はい、はい、はい。で、その入った後に、太陽とひつこむさんがハローだって知って、うんうんうん、はぁ、みたいな、あの稲葉さんだ、みたいな、っていうのはあった。うん、あ、そうなんですね。それぐらい憧れてたね、その番組は。いやー、時代ですよね。時代だよね。でも25年もやってたらあるよね。うん、その間にさ、ね、苦い思い出もいっぱいあります。小バラエティに出演して、うん、いっぱい怒られたなっていう。マジで怒られました、ね。怒られたの？え、怒られましたよ、めっちゃ。そうなんだ、うん。え、どういうことで怒られるの？もっと頑張れっていう。あの、そうどの番組が浮かんでる？でも同期だから同じ。いろいろあったじゃん。私一番こう、なんか怖かったのは、しゃべくりセブンに、うん、出させていただいた時に、うん、もうなんかことごとく悪い方向に転んでいって、うん、何にもこう結果が出せない、うん、苦しい感じだったのを、うん、日毛さゆみさんがリーダーで、うん、こうすごいこう頑張ってくださってた情景が浮かんで、うんうん、ってなりますね。そうなんだ。え、誰に怒られるの？あの、宣伝部の。そう。
吉川さんです。そうなんだよ、名前出しちゃった。吉川さんに怒られました。大人たちにね、はい、大人たちに、うん、まあ、バラエティ担当だからね。そうです、そうです、うん、あの終わった後の空気が私耐えられなくて。わかる。でもあったよ昔から。あ、やっぱそうなんですね。朝晩とかもなんかすごいなんか重い雰囲気になったりとか。いや、そう、あの、とにかく安田さんって安田大名人ってありますけど、はいはい、とにかく安田さんがすごい命をかけてたんですよ、うん、なのでもう終わったら一人だけでダメ出しを受けたりとか、うん、だからすごいなって思ってた。一人だけ残ってなんかこう、はい、次はどうしていくかみたいな打ち合わせとかやってたからすごいなって思って。あ、でもそれこそ歌番は出たかったですね、うん、あ、確かに、記憶がある。私見てて面白い。私も見てたから、見てた番組に出れたの嬉しかった、うんうんうん。いやー、ほんとなんかバラエティって聞くと未だになんかこういろんなことを意外たくなるような。やっぱ、まあ、いろんなね、はい。まあでもいいって言ってくれてる場面の裏にはこういうこともあったそうですね。でも皆さんにね、楽しんでいただけて、うんね、いたならよかったな。楽しんでもらうための、はい、あれだからダメ出しだからね。はい、怒られた甲斐がありました。今もね、引き続き頑張ってるからみんなは、ね。そうですね、はい。現役も ね、結構レギュラーでね、情報番組出てる子がいたりとか、ね、いろいろ活躍しているので、皆さんぜひ現役も、うん、はい、見てあげてください。よろしくお願いします。以上、全略のコーナーでした。やったー、やったモーニング娘。25周年スペシャル。高橋愛と飯窪春菜と工藤遥香の MBS ヤングタウン。MBS ラジオからお送りしています。モーニング娘。25周年ヒストリー。イエーイ。このコーナーでは結成25年のモーニング娘。の歴史を時代のいろいろな出来事とともに振り返っていきます。はい。まず1997年。はい。たまごっち、もののけ姫、失楽園が流行った年にモーニング娘。結成、そっか、知らないってことで失楽園って言ったってことね。失楽園、そうっていう映画がねすごい流行ったのよ。あ、そうなんですか。不倫のやつ、不倫のやつ、不倫のやつなんだ。でも流行るんだね。アサヤンで結成された。結成日は9月14日、高橋愛さんの11歳のお誕生日。そっか。愛の種を5日で5万枚手売りを達成してメジャーデビュー決定。うん、だって工藤のね、はい、まだ生まれてないわ。生まれるどころかのどころかだね、はい、話ですね。すごい。向こうは2歳2歳。1998年、うん、映画タイタニックが大ヒット。サッカーワールドカップに日本が初出場。長野オリンピックが開かれた年にモーニングコーヒーでメジャーデビュー。抱いてホールドオンミーで初のオリコン1位。レコ大最優秀新人賞、紅白初出場。すごい。1年です。すごい。すごいね。偉業を成し遂げすぎてる。タイタニックとか聞くとものすごい昔。知ったのがさ、うん、学校の先生の引き出しに入ってたっていう。CD がですか？そう、モーニングコーヒーの CD が出てきたの。へー、手売り買ったのかな。いや、モーニングコーヒーだから手売りじゃなくて CD だったんだけど、知ってはいたけど、うん、なんかそれで、あ、モーニング娘。好きなんか先生って言ってたな。で、その時はまださ、入ろうなんて思ってもなかったから、はい、そういうのがなんか思い出、モーニングコーヒーは、うん、あれですよね、細長いやつですね。あ、そうそう、知ってる？何セン、何ミリ？なんだっけ？8ミリじゃない。8ミリもこんな8センチだ。そうそう、長細かった。へぇ、懐かしい。1999年、ノストラダムスの予言が外れるも、コンピューターの2000年問題が話題になった年、うん、ふるさとが鈴木亜美、ビートゲザーとの同日発売対決に敗れるも、うん、後藤真希が加入して、ラブマシーンが国民的大ヒット、プッチモにチョコットラブも大ヒット。うん、すごい覚えてる。学校で話題だった。へぇ。で、モーニングが4位になったの。
ふるさとが、はい、病院だったって悔しい思いしてた、で私の好きになった男の子が、うん、鈴木亜美ちゃん好きだったの、それも悔しい、なんかそれも悔しい、でその好きだった男の子が同じ子なんだけど、うん、辻のぞみちゃんが好きだったって、でそれでその子に振られて悔しくてモーニング娘。受けた、まさかのまさかの、うわもったいなその子、そういうのもある、それだけじゃないけど受けた理由は、うんうん、この苦い思い出もある、そういう思い出、学校の思い出がバーって出てくる今はね、まだ入ってないから、そうそうですよね、うん、だって覚えてないでしょ2人、工藤は誕生、あやっと生まれた、はい、私ラブマシーンの後なんで10月で、ラブマシーンがちょっと9月発売なんで、うん、後に生まれて、うん、その日本がもうウォーウォーイエイエイ言ってる時に産声を上げて、産声を上げました、大きくあって聞くないもんね、でもね、もちろん、ね、そうですね、ないですね、メイク的には私これ4歳なので、チョコプラブはカラオケで丸々の部分だけ歌わせてもらってました、あそっかそっか、でも覚えてるんだね、覚えてますね、続いて2000年、はい、平成仮面ライダーシリーズが始まった20世紀最後の年、平家道夫さん、太陽とシスコムーンさんらとシャッフルユニット赤組4、黄色5、うん、青色7が話題に、うん、石川理から4期メンバー加入、テーマ曲アイビッシュを歌ったシドニーオリンピックで女子マラソン高橋尚子が金メダル、出演した歌番組視聴率 20% 超え、すごいね、視聴率が 20% の時代すごい、パーってすごいね、しかもシドニーオリンピックのテーマだったんだね、え知らなかったです、知らなかった、私もモーニングある前だった、へえすごい、でもこの時の、まあ、いわゆるリリース曲は、うん、もう知らない人いないでしょっていうレベルの曲たちですよね、うん、恋のダンスサイト、ハッピーサマーウェディング、うん、アイビッシュ、恋愛レボリューション21、うん、ハッピーサマーウェディングかな、持ち歌みたいに嬉しいです、勝手に、わかるわかる、歌ってくれてありがとうと思って全然前の曲だけどそうなんですよね、で2001年、松浦やドッキドキラブメールのように携帯メールが普及した年、うん、ミニモニデビュー、高橋愛たち5期メンバー加入、めちゃイケ岡村女子校シリーズがスタート、はあ、入ってすぐだったんですね、岡城入ってすぐだったみたい、やっぱデビュー曲のミスムーンは思い出が、うん、思い出深いです ね、 特に私宝塚が大好きで入ってるから、うんうん、あ私のための曲ってパーッと一個もないんだよ私のための曲だわって思ってた、フリービデオみたいな私たちもいただいた時に、うん、このミスムーンのフリービデオすごいもう今映像荒いんですけど、だってビデオテープだった時の、うん、もう画質荒すぎて全然わかんないんですけど、ね、遠いしね、うん、その一曲だけでも舞台見てるみたいにこういろいろ目が必要というか、うん、みんなやってること違うじゃないですか、全然違うミュージカルみたいな、ね、だからすごい楽しいフリビデオだなと思ってでもどれを覚えたらいいんだろう、そうなの、誰も違うからね、一人一人がそうなんだ、夏先生の曲はね、うん、一人一人が違ったりするから、うん、誰を見たらいいか分かんないかもね、うん、難しかったですね2002年日韓ワールドカップでベッカム様ブーム、空から降る1億の星でさんまさん木村拓哉さん共演、後藤真希17歳の誕生日に卒業、この年発表のソーダ We Are Live を米津玄師さんが最新曲キックバックで引用、ね、うん、すごいですね、話題になってめっちゃかっこいいよね、しかもめっちゃかっこいい、てか
なんか、ちょっと、あと、またいないんですけど、ちょっと鼻が高いっていう。あ、わかる現象が起きました。私は。高さね。そうですよね。すごい嬉しかった。めっちゃ嬉しかったですね。うん、ええー、と思って。しかもなんか、そうだ、We Are Live を選ぶっていうところがまた、ね、素敵と思いましたね。なんか、最初その曲が発表される前に、その歌詞が引用されてるって聞いて、どれぐらい入ってんだろうって思って、いざ発表されたの聞いたら、結構、結構ちゃんと、ね、入ってた。それも嬉しかったですね。嬉しかったですね。なんかずっと口ずさんでる、だんだん。阿部さんがずっと「よく見ない」とか言って、かっこいい感じのちょっと今超かっこいい感じで言ってくれて、そうですね、素敵。2003年、冬のそなたでヨン様ブーム、新幹線品川駅ができた年、うん、藤本美貴、道重さゆみら、ロッキー加入、高橋愛は矢口真理に代わってミニモに加入、ヤングタウン土曜日の準レギュラーに。あ、こんな、2003年から。すごいですね。出ましたね。この時は中澤裕子さんが、まだいた時かな。うん、だから、その初めて中澤さんと一緒にこう、ブースに入るってなった時に、この時は、まだ、まあ結婚もされてなかったし、うん、ちょっとピリつく感じがあったんです。はい、噂で聞く中澤さんっていう。私全然優しいんだよ。全然優しいんだけど、あの、たまたまその時はまだスタジオがジュースを頼んでたの、みんなそれに。ああ、なるほど。で、そのジュースを上にあげてみんなに飲むって時に私バナナジュースを頼んじゃったのよ。うん、で、中澤さんバナナ大嫌いだったけど、自分だ。で、それで、なんかバナナジュースを頼んだ時、私それ全く知らなくて、はい、これバナナって言われた時に、すいません嫌いですかって言って、うん大丈夫って言われた時にすごい心臓バクバクした。もうその後収録それどころじゃないですよね。それどころじゃなかったけど、全然でも優しかったのね。その後になんかそういうことをマネージャーさんから聞いて、すごい反省したの覚えてる。それが準レギュラーになりたての時。本当にあるんですね、そんなこと。まだまだそれしかね、うん、私たち知らないから。そう。でも私は怒ってはなかった。あ、本当ですか、うん、なんかそういう噂をすっごい聞いてて、うん、初めて中澤さんと一緒にラジオってなった時に、うん、やばいやばいやばいって思ってたんですけど、ちょうど私がお誕生日が近かったっていうのもあって、うん、ポーチをいただいたんですよ。おめでとうって言って。うん、あれ私のイメージの中澤さんと180度違うと思って、すごいそれが衝撃だったのを覚えてます。うん、でも優しいんですよね、実は。実はっていうか、結構優しいんですよ。うん、本当に優しいんですけど、うん、こう、噂が先行しすぎてるっていう。そうね、私も実は一緒に活動してないからさ。うん、あ、そうか。もうモーニング娘。卒業されてから私は加入してるから。うん、そうか、そうですね。そうなの。私も噂でしか知らないんだけど、うん、ちょっと一瞬ピリついたっていうのは覚えてる。続いて2004年、うん、世界の中心で愛を叫ぶで純愛ブームの年、うん、アテネオリンピック男子体操の栄光の架け橋が感動、マツケンサンバがヒット、阿部夏実、辻のぞみ、加護愛卒業、ベリーズ工房がデビュー。一気に卒業したね。あ、そうだったんだ。そんなにドロドロと。でも多分同じ年で卒業していくっていうのはあまりなかったね。そうですね。離れていくから。そうですね。なんだけど、後藤さんと安田さんもくっついてた。へぇ、そんなに離れてなかったから、半年とか。だから昔の方が入れ替えは早かったの。うん。そうですよね。早かったんだけどね。なんかどんどんこう、スローペースに。また今巻き返すように。あのねえ、わかる。どどどど。だからなんか、懐かしい感じがする。あ、最近こうだったなっていう。へぇ、なんか、すぐ入って。まだ半年しか経ってないじゃんっていう時には入ったりとかしてたから、昔は。あ、そうか。うん。あ、例えば皆さん、その、卒業されていくのも年数もそんな長くなかったりするじゃないですか。うん、だって後藤さんとか1年半だもん。でも、それであの印象っていうのが一番すごいですけど。中田裕子さんも3年しかいないから。そうですよね。いや、すごすぎるな。それがもう信じられないけど、うん、でも今は今でその、みんなこのテレビとかなかなか露出がっていうのもあるから、うんうんうん、こう一人にソロになるのが怖いっていう気持ちも、現役の時はあったので。うんうん、あ、そっかそっか。ました。うん、え、何年いたんだっけ、2人は。私は6年ちょっとです。あ、そっかそっか。私も7年。あ、そっか、長いね、二人とも。でもやっぱ今で言うと、その長くない部類に入るんで、6年ぐらいは。だから、早くして辞めたねって言われることもありますし、一人になる勇気っていうのがやっぱギリギリまで湧かない感じはありましたね。そっか。どうしよう。私も10年いたから長いなって思ってるけど。でもなんか昔に比べるとさ、はい、まあ歴史を考えると、全然二人は長い方だと思う。うん、そうなんですね。うん、今、どんどんもう10年以上いるメンバーが増えてきて。うんうん、私も越していくもんね、みんな。そうですね。じゃあなんか12年目とかじゃない？今最長ですね、二、ね、人が多分。すごい。続けられるっていうのもすごいですしね。すごいよね。それだけ時代を。体力もすごいなって思っちゃう。どんどんだって難しくなっていくじゃん。はい。
ね。はい。だからよかったと思う。今いなくてよかったって。しかもなんか MC やたら少ないんですよね。そうだよね。今超ハードですよ、ライブ。ハードだよね。この間もハードそうだったもん。まだ歌うんだ、まだ続くんだって水も飲めないしさ。はいはい。見てるこっちがなんかこう顔が険しくなるような。大丈夫かな。でもやっちゃうんだよね、みんな。よかった。みんな。で、2005年、ドラえもんの声優が交代した年。楽天ゴールデンイーグルスが誕生し、うん、応援歌、ザ・マンパバを歌う。うん、最後の1期生、飯田香織卒業、石川理香も卒業、7期、くすみこはるが加入、キュート結成。この年すごい盛りだくさん。2005年、あ、結構前なんだ。ドラえもんが交代したの。ね、最近のことかと思ってた。20年前。もっと。私でもその、水田わさびさん世代というか、交代してからのドラえもんが結構記憶に新しいんで、なんか、あ、そんなに前だったんだって。ここでもなんか、ジェネレーションギャップが生まれちゃってますけど。タイタニックと同様。そうですね。面白い。直感2って懐かしいな。そうなの、なんで直感2なのって感じだよね、知らなかったら。直感っていう曲がアルバムの曲になって、で、シングルになるって言った時に、この曲の2ってことでシングルになったんだけど。だから、あの、一番最初のツアーでやってるんよ。逃した魚。やったやったやった。やって、やって、初めてのツアーでやってて、その時は、なんだろうこの歌って思ってたのは正直なところです。なんの 2? みたいな。ねえ。だから分かんなかったらなんだろうって思うよね。1はどこ行ったのって。いや、そうですね。後々知るみたいなことはありました。2006年、ハンカチ王子やイナバウアーが話題になった年。歩いてるで3年半ぶりオリコン1、ピンクレディの記録を抜く、高橋愛ミュージカル、リボンの騎士主演、今野あさみ、小川誠卒業、8期、三井愛香加入。すごいな、結構で入れ替わりがやっぱ、ね、多いですよね。昔は結構回ってたので。リボンの騎士やられた時とか、うん、モーニング娘。のみんなでやってたの、しかもオーディションだったのよ。あ、そうなんですか。そのリボンの騎士は、はい、だから初めて主役になったんだけど、それでメンバー内オーディションってことですか。そう、メンバー内でロミオとジュリエットを演じるっていう、へえ。そう、それでサバイア慣れたから、すごいなんか思い出が深いかも。メンバー内オーディションってね、想像つかない。そうなの。嫌だ。みんな見てるんですか、周りで。見てない見てない。呼ばれんの。だから本当にオーディションっていう感じだった。なんか卒業してから、一回、その事務所のみん、まあ、卒業して、役者組で、オーディションをみんなで受けに行ったことがあったんですよ。しかもその時、新垣さんと、元キュートの矢島さん、中島さん、私と行く後の、5人で、覚えてる？覚えてます。なんか5人で謎にオーディションを受けに行ったんですよ。受ける？なんかバラバラにしてくれればいいのに、みんなでドンで受けたんですよ。そうなんだ。で、そのなんかこう、先輩いるし、なんか、いろんなものがありすぎて、緊張もあるし、何していいかわかんないし、でもなんか、絶対メンバー内オーディション、その時ですら、もう嫌だなって思ったのに、無理です、現役の時にメンバー内オーディションなんて。そういう感じでもなかったんだよね、もう。嬉しすぎて、舞い上がってるから。そうか、そうか。宝塚みたいな。だから、まあ、でも勝ち取ってやるっていうのも多分あったんじゃないかな。そう、不思議だね、そのオーディションね。はい、そう、不思議オーディションがあったんで、一回だけ。消してました、記憶から。そうだ、あったよね。あれ、超嫌だったよね。本当に嫌だった。そんなこともある。今だから言うけど。2007年、花より団子2で松潤大人気の年、OG と現役で10年記念隊結成。中国人留学生、ジュンジュンとリンリンが加入。ミキティが5代目リーダーになるも、あっという間に高橋愛が6代目リーダーに、道木さゆみ、ヤンタンレギュラーに。そうだ、ミキちゃんの入れ替わったんですね。ヤンタンレギュラー。懐かしい。急遽なわけですよね、オーディーダー。だから、1ヶ月も見てなかったんですよ。で、ちょうどツアーとツアーの間だったから、で、私がヤンタンでミキちゃんと一緒になるぐらいだったの。だから、みんなは会ってなくてミキちゃんに。がいなくなっちゃったんだよ。え、私はヤンタンで会ってたから、どうするのって言ってた時だったんだよね。そう、だからすごいヤンタンに思い入れがある。そうなんだ。そんな時だったんですね。そうなの。で、結局辞めることになって、その、左右が入ったっていう。でもやっぱじゃあ急にもう明日からじゃあお願いしますぐらいの勢いでリーダーになる。だから結局どうするんだろう、どっちなんだろうっていう期間が1ヶ月ぐらいあったから。でも結局まあレックもしてたわけじゃん。で「女に幸あれ」っていう曲だったもんね。結局レコーディングしてたからミキちゃんの声でダンスレッスンした。そうだ、あ、ここ私になったんだみたいな。
この間藤本さんの20周年ライブに2人でゲストで出させてもらった時に、うん、まあそろそろこれは消化しておかないとってことで藤本さん歌われてたんですよ、うん、あーそうなんだ、はい、面白い。で、あの、やっぱ同じ立ち合いを藤本さんの声で聞くと、うん、あまりにもハマるっていうか、うん、じっくりこういないのが不思議なんですよ歌ってたから実はそうちょっといろいろ事情があったんだなってことを知りましたね。だからかみたいな、はい、ダンスレッスンしてたっていうのも聞きました。そうなの、ミキちゃんの声でくすみが真ん中にいるみたいなこともあったから、ああそうか、そうそうそう、だからすごいいろんな、この年はすごいいろんなことあった。怒涛でしたね本当に、ね、でも楽しかった、うん、そんなだってね、はい、急なことってあんま起こらないじゃん、起こりえないじゃん、まあ、どうなんですか、ぶっちゃけ、うん、暗い気持ちになったのか、うん、でもなんかこう藤本さんらしいなってこう、うん、明るい気持ちになったのか、なんかもうやるしかないから、かでもこれ言っていいかは分かんないけど、うん、あのヤグちゃんの例があったので、ヤグちゃんの時も急だったんですよ。はい、で、うん、で石川さんの卒業も控えてて、うん、で吉田さんがこの急遽リーダーになるっていう、うん、で急遽やるっていうことがその経験的にはあったので、うん、なんか心構えはあった。なんかこう1ヶ月どっちなんだろうっていう時に、あ、もしかしたら私リーダーになっちゃうかもみたいな。だから心の準備みたいなのはなんかできなくもなかったっていうか。なるほど。そっか。確かにまあ、ね、なかなかな、それ以降は起きてないことなので、ちょっと私たちは多分、あたふたするだろうなと思いますけども。でもなんかこう、そういうことが多分あったから、メンバー的に心の準備は意外と、順次の意味は大変だったかもしれないけど。そうですよね。なんか、え、みたいな、リーダー違うんですかみたいな。そういうことって、なんかこう、殺伐としたりするんですか？あ、殺伐とっていうよりは、どう、え、やば、どうしよう、やば、みたいな。しかも、ミキちゃんってセンターの人だったじゃん。確かに、そのイメージあります。だから、本当にミキちゃんのパート誰が継ぐのみたいな。だからもう、落ち込んでる場合じゃないっていうか。あ、なるほど。そうなんですよ。で、頑張んないとさ、ダメじゃない？そうですね。で、うん、CD も売らないといけないし、倫理と倫理もね、入って盛り上げなきゃいけないってわけだから。個人的には落ち込んだよ。やばいって、うん、私リーダー的じゃないし、引っ張っていけないし、どうしようみたいな。そう思ってたんですね。だからガキさんとぶつかったし。そうなの。すごい。そうなの。同期なんだけど、全然違うからさ、あの考え方とかが違うから、ね、なんかなんで私はリーダーじゃないのに、愛ちゃんが言わなきゃいけないとか言わなきゃいけないのってなって、だからそこ任せちゃってたの。でも私は言うっていうタイプでもないし、言うっていうことにもなんなかったから、言うんだここで、みたいな。で、なんか、あ、わかりましたって言って、順次とリンリン役割分担しましょうって言って、私が順次にリンリン言うみたいな。へみたいなことにちょっとずつなってったっていう感じだから、だからみんなでこう作り上げていったんだ、ガチなきっていう感じ。うん、2008年クイズヘキサゴン2でおバカブーム、青山テルマそばにいるねが日本一売れたダウンロード曲でギネス認定、うん、モーマスは紅白落選、後にこの時期はプラチナ期と呼ばれる、うん、はあ、プラチナ期すごい、ギネスギネス、2009年、草食男子女子力
しいというか、うん、なんで嬉しいのかわかんないけど、うん、でも確かにみんなが嫉妬する可愛さだよなと思って見てた。私はなんかみんな分かってねえなと思ってた。左右のいい女を、左右は本当に頭もいいしっていうのを、はい、いつもボケ殺ししてたの私、左右のこと。なるほど、ね、今日も可愛いって言って、うん、もうなんかみんなが突っ込むのを、大丈夫だよ可愛いよ今日もってで左右の良さを台無しにしてたから、そうそうなの、怒られてたよ。でもなんか言いたくなりますよね、なんていうか、うん、大丈夫だよっていう気持ちというか、なんか心すり減らしてない、大丈夫だよって気持ちになっちゃう。いやいや、愛ちゃんやめてみたいな言われてあ、そうなんですね、死にますから私の良さがみたいな。でも頑張ってたよね、それ。いや、もうめちゃめちゃテレビでお見かけしてましたね、本当に印象あります。2010年から少女時代の、ハロプレッカーからデビュー組が出るっていうのがもう奇跡みたいな話だったので、なんかすごい夢を持たせてもらって私も入った感じだったんですけど、そうですね、それが2010年で、はい、2011年まるまるもりもりあげぽよ流行、乃木坂46誕生の年、小学校でダンスが必修に、福村瑞希、鞘師里保たち9期卒業公演でお披露目ってなった時に、うん、トモを実一緒に歌わせていただいたんですけど、うん、はい、トモって A メロとか普通にサイドステップじゃないですか、うん、あれもできなくて、その当日オーディション、その合格ですよって4人集まって、その3人にずっと練習付き合ってもらって、ずっとあの16ビートも上がらない、懐かしいね、マジでサイドステップをひたすらやってましたね。でもあのシンプルな動きってさ、すごい難しくない？難しいですね、16ビートを刻むって、うんうん、何もかも分かんなかったから16って何？いやでもっていうあれでした。なんか基礎を教えてもらう暇もなく、うん、とにかく形でこれやって、うん、こうだよみたいなので、もう武道館行くよだったので、うん、そうだよね。しかも武道館のさ、うん、凄さっていうのも分からずに立ってるわけじゃん、はい、何が何だかさっぱりなまま、ね、でもだからできたっていうのもあるよね、分かってたらさ、もうカチカチでさ、はい、多分はってなっちゃうじゃん。なんかつんくさんに、ニクボあの武道館で、うん、ライブハウス武道館ようこそ、家を家って言われて、うん、それがボーイさんのとか知らずに、うん、言われたままに行ってたんですよ、うん、で後々その岡市達さんとかが、うん、そのボーイさん大好きで、うん、そのセリフがすごい夢だみたいなおっしゃってて、うん、そんなすごいセリフだったんだと思って、うん、その時知らないもんね、何にも知らない何もわかんないもんね、言われるがままに、そうだね、はい、わかりましたもんねでしたね、必死でしたね、この時に休憩も入ってるんだね。そうですね、そうです、私たちも1年、うん、間が空いてなくて、うん、休憩さんと、うん、そっかそっか、2012年、佐藤田舞、田中マー君結婚、携帯メールに代わって LINE が普及、この時か、東京スカイツリー完成、新垣梨沙、三井愛花卒業、道木さゆみ8代目リーダーに、11期小田桜加入、高橋愛大河ドラマ平の清盛出演、うん、
そっか、二人が一気に卒業されて、だから私たち初めて新垣さんと三井さんが卒業、見送るっていうことだったんですけど、本当忘れないですけど、そのリハーサル終わって、スタジオになんか一部屋に集められて、言われてマネージャーさんから、なんか生田さんがもうありえないぐらい泣いてるし、なんかもうおえつというか泣き崩れちゃって、もう立ち崩れて新垣さん卒業ってことで泣いてたりとか、私たちもその三井さん怪我のこともあって、一緒にがっつりパフォーマンスできないままのお別れになってしまったこととかもあって、なんかもうどうしてか分かんなかった思い出はありますね。どういう風に先輩を見送ればいいのか、なんかあの後だったのね、その卒業発表だったのが、そのいつもさ、なんかこう発表される時ってさ、いつもランダムじゃん、そうですね、なんか不思議だよね、別にないんでしょうね、マニュアルみたいなものが、ないないよね、本人の意思というか、二人はどういう感じで発表したの、メンバーにですか、メンバーに、私は先に同期には伝えて、でその後みんなに集まってもらって、まあもちろんリーダーには先に個人的に伝えてたんですけど、みんなに伝えるって形で、でもなんか別に私の時はすごい和気あいあいと、あ、そう、わしきがゲットしてたんだ。なんかなぜか、マネージャーさんが、椅子を円状に並べたんですよ。だから、なんかフルーツバスケットやるノリで、なんか、あ、やめます、みたいな話をしちゃって。そう、それぞれおのおのだね。そうなんですよ。面白い。春菜の時は？私ちょっと待って、思い出せなくて。なんで？本当に。わかる、私も思い出せない。どうやってみんなに言ったんだろう。なんか、メンバーに伝えた日は覚えてるんですけど、8月31日とかで。日付覚えてないの、春。は覚えてるけど、ちょっとどうやってだったのか記憶にない。面白いね、みんな。でも結構そのモーニングに加入して、最初の数年間はもう必死すぎて、全然その前半の記憶がないんですよ。だから新垣さんの卒業発表のもあんまり覚えてなくて。本当？生田さんが泣いてたのは覚えてるんですけど、そのところどころのことしか覚えてなくて、本当に必死で脳が多分ショートしてたんだと思います。でもモーニング時代ってそうかも、私。すべてが。あの10年間思い出しなさいって言われてもすぐ出てこないかも。でもすぐは出てこないです。こうやってなんか改めて文字で見返してやっと思い出せるけど、急にこの年何がありましたかって聞かれても多分わかんない。ねえ、だからこう振り返るって大事だね。本当ですよね。本当ですよね。なんか、ありがたい。2013年、あまちゃん、半沢直樹、今でしょ、おもてなしなどがヒットした年、スマホの数がガラケーを抜く、田中麗奈卒業、イークボヤンドのレギュラーに、サブリーダー就任、工藤ビッグコミックスピリッツ最年少で表紙に、ジュースジュースデビュー。春菜もうこの時からやってたの、早かったんだね。三井さんの後だったから。ああ、なるほど。そう。今でしょってこの時だったんだね。もっと後かと思った。本当ですね。確かに。もうスマホなんだとか思っちゃいますね。ねえ。あ、でも確かにそうだったかも。なんかそのブログを始めますって言われて、スマホに変えた記憶があります私。そっか。なんか当時のキッズ携帯のガラケーじゃアプリなのか、なんか撮れない、ブログを書く制限がかかってるせいでダメみたいなのがあって、サイトに入れないみたいなね。だから変えなきゃいけないってなって、あの親にお願いしてスマホにしてもらったみたいな。そっか。覚えてますね。2014年、ありのままでアナ雪ブーム、壁ドンが新語・流行語の年、この年からグループ名に年号がつく、牧野マリアたち12期加入、道重さゆみ卒業、福村瑞希が9代目リーダーに、高橋愛、阿部浩二と結婚。この時か。そうでしたね。あのチョコレート色の、めっちゃ覚えてる。あ、そう、チョコレートの、チョコレートのカッコですね。ありがとうございます。そっか、この時からつくようになったんだね、モーニング娘。の後に。なんか年号が、それも突然バラエティだった？フジテレビの楽屋で、そう楽屋で、あ、そうなんだ。急にあの年号がつきますって言われて、でもこれお試しだからみたいな言われたんですよ。最初仮みたいな感じ。そうです。なんかあの浸透しなかったらやめるからみたいなノリで、急に後ろに年号がつきます。浸透しなかったらが続いてるわけだね。続いてますね。決定下した人がいなくなっちゃったのかな。なんだろう。何があってこうなったのかはよくわかんない。そういうことって多分いろいろあるよね。多分決定打を出さないでそのまま続いてるってこときっとある。いっぱいあり
ります、そういうの。なんか、マネージャーさんの中の、なぜこれが始まったのかわからないルールとか、ずっと受け継がれてるよね。そうでもないよってことあるよね、きっと。そうなんですよ。なんか、なんで守ってたのかわかんないルールとか。多分、未だに、地方公演とか行った時に、メンバー内のホテルの部屋移動禁止っていうルールがあるんですけど、未だに多分、ルール禁止だよね。え、なかったよ、そんな。あの、なんか、これは、私たちの時にできたルールで、そうなんだ。同期の、石田由美と佐藤まさきが寝坊したんですよ。で、二人がその一緒に部屋でワイワイやってて寝坊しちゃったっていうのがあったから、部屋移動禁止ないって、その時。なるほど。からもう10年ぐらい経ってるけど、多分未だに禁止です、多分。きっと多分その歴史上そうだっていうことになっちゃうよね。そういう風になってるってことだよね、今受け継がれてるってこと。でもさ、46人だっけ ?45人がさ、ガッて集まってさ、そういう話したらさ、どんどん変わっていきそうじゃない？そう、やらなくていいよとかさ、出てくるじゃん。今大事にして先輩たちに言ってほしいです。そしたらマネージャーさんたち何も言えないから。でも多分やんなくていいこともあるじゃない？そうなんだ。集まった方がいいと思う。そうですよね。一堂に会して。なんか、逆のこともきっと出てくると思うけど、こうした方がいい。確かに。なんかそれが良ければ、なんか集まって、改定してってもっと、なんか、今の子たちがやりやすいやり方を。25周年の今やった方がいいですよね。今やったらな。確かに。いい気がする。やしてみよう。2015年 8.6 秒バズーカ、ラッスンゴレライ、とにかく明るい安村、履いてますよが流行った年、M1 グランプリが5年ぶり復活し、トレンディエンジェル優勝、鞘師里保卒業、ベリーズ工房活動停止、椿ファクトリー結成。そっか。もう鞘師卒業するんだ。いやこうやって見ると早いな。早いよね。早いね。という間だな。そうです。私、オーマイウィッシュって曲で、こう、いわゆる、わかりやすくセンターですみたいなのってあんまりないじゃないですか、モーニング娘。って。その中で唯一、私と鈴木香音さん二人でダブルセンターになります、みたいな感じで、大々的に発表する機会があって、この時人生で初めてそのセンターというものを経験して、なんかありがたいな、思い出だなと思ってます。2015年、でも鞘師さんが卒業された時もなんか発表から卒業までがすごい短かった、短かった。10月ぐらいに多分発表して12月卒業で、そっか、そうです、そうです、31日、2ヶ月しかなかった。それも単独ライブじゃなくってカウントダウンライブで卒業っていうので新しいなと思って。しかも鞘師さんが確か17歳で夜公演出れないから、まあ、いわゆる一部二部制で、一部で卒業して、二部からもう鞘師さんがいない、そう、新しい。ワンシックスです、みたいな感じだったんで。そっか。まあ、急っちゃ急だな、いろいろ、みたいな。なんかファンの人たちも余韻にも浸れないというか、時間が。でも、あえてなんかそうしたかったみたいなのもあったよね。なんかこう。面白いね、やっぱモーニング娘。って。いや、本当ですね。人によって違う。はい。2016年、スマップ解散、君の名は、ポケモン GO、ピコ太郎、PPAP 大ヒット、ゲス不倫が話題の年、工藤ヤンドのレギュラーに、横山加賀の13期加入。はい、そっか。私は鞘師さんが卒業されて、ヤンドレギュラーになったので、でも、その前もなんか、いつも毎回ゲストみたいな人いるじゃないですか。あれ、一回しかゲストで出たことないのに、急にレギュラーって言われて、えってなったのを覚えてます。あら、急って思って。大丈夫ですかみたいな。何にもわかんないけど、大丈夫かなって思いながら、え、どうだった？レギュラーになった時。え、超ビビりながらやってました、ずっと。でもその春菜がいたし、同期だったから、ここでの会話もできたのが救いでしたね、私は。あ、そっかそっか、同期は心強いね。強かったです。だから一回のゲストですごい私楽しかった記憶があって、だからなんかドゥがレギュラーっていうのも、あ、分かる分かるってなりました。ビビりながら本当に始まりましたね。2017年、インスタ映えが流行語に、トゥワイスの TT ダンス、ブルゾンチエミ大人気、イークボ初の写真集発売、工藤モーニング娘。卒業、14期森と千崎加入、キュート解散。はい、失礼しました、私は。そうなんだ。早いね。そうですね、私は早かったですね。小5、6代って高3で卒業する、したので。まあ、でも、濃かったですけどね、6年間。なんか普通に生きてたら、経験しえない6年だったので、なんかありがたい時間を過ごさせてもらってたんだなって、辞めた今一番思ってます。わかる、辞めてから気づくこと多くない？めっちゃ多いです。ねえ、わかるわかる。本当に。まあ、あと、その時はもう自分のことに必死すぎて、こう、卒業までのこうラストランを駆け抜けるんですけど、
なんかもうちょっとこういうことできたかもなっていうのが後になって意外と浮かんできたりとかしてて、なんかあみんな同じこと思ってんのかなってどっかで思ったりしてます。私はでもそれだからいいんだろうね。そうですね、その時満足できてなくても、はい、なんか満足しててでも後からこう満足できてなくてもそれも歴史じゃない。そうですね、あれすればよかったって多分今でも思うから、今の何年後かでもきっとそういうのってさ常に思っていくからさ、はい、それが人生だよきっとなんかもうずーっと工藤が卒業するってなってすごい寂しかったけど、いやでも今絶対卒業した方がいいってずっと思ってましたね。その女優をやりたいっていうのをメンバーに話してて、それをなんかジェッキに話してくれた時に、帰りなんか分かんないけど4人で肩組んで頑張ろうねみたいな、そうそうそう、泣きながら泣きながら、しかもなんか、その4人最初同期に伝えた時も、なんか今日何の会みたいな、何の話みたいな、みんなこう急に4人で事務所に集められたもんだから、何みたいな、ちょっとこうふざけた感じで始まって、で今実は卒業するんだけどっていう話をした時に、結構仲良かったんで同期が、で結構包み隠さず何でも話してたから、一切相談をせずに決断してしまったことに若干の申し訳なさを感じてたんですけど、なんか全然みんな背中を押してくれたので、本当一番下の私が一番最初に抜けるっていうのはどうかなと思ってたけど、まあ3人のおかげはありますね。前向きに卒業できたのは、面白いね、肩組んで帰るってね、その話をした後に、会社から出て脇道の細いところで4人でこう肩組んで丸くなって仲良く帰りました。でもいいね、仲間ってね、まあでも同期ってさ、卒業してもずっと同期だからさ、そこの中がさね、もう離れるってことではないから。そうですね、もう切っても切れない関係というか、だからなんかあったら結構あの時の空気感にシュッて戻れるから、なんかそれそういう仲間ってすごいよなと思います、ね、不思議だよね。私も同期4人だからさ、だからなんか分かる。そうですよね、不思議と思います。不思議だよね、はい。2018年安室奈美恵さん引退、サッカーワールドカップロシア大会で本田香川たちを中心に決勝リーグに進むもベルギーに敗退、マノエリナ柴崎岳選手と結婚、イークボ卒業、石田歩美サブリーダーに、工藤ルパンレンジャー VS パトレンジャー出演、はい、あそうだ私卒業した今普通にほうほうって思いながら、卒業どうですか。いやこの間、その自分が卒業した日、4年前の卒業した日に、その卒業ライブの DVD を見返したんですよ。なんかあの時は私の中で一番痩せてダイエットして卒業公演臨んだけど、今の方が痩せてるなとかなんか思うよね。マジで思うなんかあの時が一番綺麗みたいな、勝手にそう思ってるだけで、今の方がコンディションいいんじゃないかなみたいな、なる時あります思ったりするけど、でもなんかすごい温かい卒業コンサートだったので、すごい懐かしい、メンバーに会いたくなりましたね。でも振り返られるっていいよね、 DVD になってるとさ。そうなんですよ、ありがたい、嬉しいですね、ありがたいよね。ルパンレンジャーとパトレンジャーも見てましたね、はい、ありがとうございます、私はもうこの年、いわゆる女優デビューみたいな感じで1年やらせてもらって、そのモーニング娘。卒業してすぐ1年間作品を共にする仲間ができたので、この時は本当に良かったなって思いましたね。すぐ一人になっちゃったって感じがなかったから、長い間一緒に過ごす仲間ができて良かったな、嬉しいなって思ったのと同時に、今までいわゆるその男性っていうか男の子との絡みがなかったのに、急に目の前に男の人が現れるからどうしていいか分かんなかったそうだよね、やめた途端そういう交流も OK になるから、共演も当然できるようになるんですけど、だからってどうすればいいんだろうっていうか、確かにね、免疫なさすぎて、ベースがないから、仲良くしていいのかなみたいな、連絡先交換していいのかなとか、そういう風に思いながら過ごしてましたね。ドキドキしながら過ごしてましたね。ドキドキしながら、なんか分かんないけど悪いことしてる気分でした、最初は。大丈夫かなみたいな、ありました。2019年平成から令和にタピオカブーム、ピエンが新語流行語、スマホ決済ペイペイがメジャーに、北川リオラ15期加入、ビヨーンズデビュー、はあ、ペイペイって結構前なんですね、私も今年去年ぐらいのものだと思ってます、もう立ってるますね。そっか、もう令和になってるのか、そっか早いなそう思うと、15期もすっごいキラキラしてて可愛いなって思うんですけど、私北川梨央ちゃんの、言い方ちょっと難しいんですけど、ぶりっ子顔が好きなんですよ。わかります？なんかコンサートやってる最中、終始ずっとぶりっ子顔してるんですけど、そうなんだ、なんか思ったことないかも、
メンバー、モーニング娘。でぶりっこするタイプって珍しいというか、確かにね。なんかあんまりこう、みんな可愛い、みんな可愛いけど、なんかそれを、あえてこう、ぶりっこ顔をしてる北川がすごい可愛いなと思って、見てて楽しいんですよね。しかも、レベルが高いんですよ、本当に。わかる。なんか、自分たちがじゃあ入って1年目どうだったかなって振り返ると、うん、もう見れたもんじゃない。本当に、いや、見れたもんじゃないです、本当に。可愛かったよ。本当にもう、あの、はぁーって思うんですけど、うん、こう入ってきた、そのデビューシングルから、こう、うん、目立つパートもらってたりとかも、きちんと歌いこなしてたりとか、うん、ライブでもいい顔してやってて、うん、やっぱその、これまで10年近くやってきたメンバーにスッて馴染むから、本当にすごいなと思ってて。でも馴染み方は早くなってるよね、確かに。いや、めっちゃ早いと思います。うん、多分なんか、自分で撮るものとかも慣れてたりするじゃん、今の子たちって。ああ。ただそれもあんのかなと思って。そう。だから TikTok があったりとか。確かに確かに。なんかこう、自分で自分を撮るっていう、うん、映り慣れてるというか。うん。だからなんか、多分変わってはいるのかなって思う。そっか。もうなんか、一般が一般ではないっていうか。うん、そうですよね。その線引きがかなり難しくなってますもんね。そうね。いや、うん、めっちゃ感心します、毎回。だってさ、桜井さん、はい、ゆうちゃん、はい、あの、一番最近入った子もさ、はい、もうさ、武道館立ってさ、うん、もう馴染んでたじゃん。いや、ほんと、早っみたいな。本当にすごいと思います。ねえ、なんかパフォーマンスもさ、はい、めっちゃかっこよくってさ。垢抜けるのも早いですよね。早いよね。今の子たちって。早いし、あと、結構もう出来上がった子が入ってきてるなっていうイメージがあります、ここ何年かは。なんか、まあ、自分たちのデビューシングルがひよこだったっていうのもあるんですけど、ひよこ。すごい衝撃的だったよね。私、あの、辞めた後の、次のシングルなんで。はい。ウキウキしてたんですよ。だからオンリーユーとか見てたから、そうそう、どんなかっこいい、うん、そう、キュウキさんマジですかって話、どんなの来るんだろうって思った時、ぴょこぴょこウルトラっていう CD 届いて、うんうん、どういうこと？って可愛かったけど、私やんなくてよかった。いや、あれは本当に先輩たちどう思ってたんだろうってめっちゃ思います。うん、いや、でもみんな似合ってたよ。みんな可愛かった。でも私が来てる想像がつかないから。いや、でも可愛かったよ、あなたたち。いやいや可愛かった、ひよこ可愛かった。いや、本当に。2020年、新型コロナウイルスで緊急事態宣言。映画鬼滅の刃、集まれ動物の森、愛の不時着、嵐が活動休止、工藤映画、昇る小寺さん主演。そっか、もうコロナが流行った。うん、そっか。年だったんですね、うん。あっという間なんだな。でもこっからちょっとみんな動きづらくなっちゃいましたもんね、いろいろ。いまだにこうライブで声が出せないのって辛いですよね。うんうん、そろそろ慣れてきたんじゃないもう、うんうん、声が出せないながらもこうフラットでこうわーみたいな。そうはちょっと慣れてきてるのかなとは思った。モーサと見に行って、それぞれの楽しみ方みたいのを見つけてる感じはあるけど、その私も自分の卒業 DVD をこの間見返した時に、終わった後にモームス最高パパンパパンパンっていうのが流れてきて、そうだあったと思って、ちょっと忘れかけてるよね。はい、そうなんですよ。これになりすぎちゃって、だからもし今後ライブ声出し OK ってなった時に、最近新しくモーニング娘。を好きになってくださった方とかは戸惑うんじゃないかなって思います、そのコール。確かに、戸惑うと思う、だってなんかファンの人たちのこう対応力っていうか、声出す側の技術もすごいじゃないですか。すごいすごい。なんか新曲とは思えないぐらいのスピード感でみんな乗っかってくるから。ね、初披露したらもう次の公演でも完璧だもんね。そうなんですよ。すごい、ね。あれは一体誰が考えてるのか毎回思うんですけど。でもさ、もうその15期以降の子たちはさ、その出演を受けてないわけじゃないし。だから、また新しいよね、きっと。うん、はってなるよね、きっと。泣いちゃうと思う。泣いちゃう。想像したら泣いちゃう。ライブってこうなんだ、みたいな。うん、だって名前呼んでもらったことないわけですよね、ソロパートナーと。そう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 。いやー、それはなー。しかもアンコールも感じたことないわけじゃん。そっかー。ちゃんちゃんちゃんしかないから、アンコールっていうさ、ちょっとね、自分の声とか名前呼んでもらいましたね、みたいな。ちょっと鳥肌もね。ちょっとね、だいぶ声出し OK になった初演見に行きたい。行きたい。ステージの声出したのみたい。そうですね、わかる。2021年、東京オリンピック、イカゲーム、マリトッツォ、ウマ娘が話題。佐藤正樹卒業、工藤ヤンゲツスタート、イークボ舞台フェイクニュース、週末のワルキューレ等主演。うん。あ、そうだ、まーちゃんの卒業。そうですね。そっか、ありました。まーの卒業ライブは良かったですね。行けなかったんですけど。私も行けなかった。いいライブだなって、その映像を見て、思いました、うんうん。なんか同期だとまた違うんじゃない？見方が。まーちゃんって本当自由奔放で、こう、それが良さでもあるんですけど、まあ、同期は同期なりに大変な思いもしたから、はいはいはい、
その中であんだけいいライブされると、うん、やっぱちょっと悔しいなっていうか、でもさすがとしか言いようがないあの感じに、うん、そういう気持ちになりました、ね、そうなんだ、はい、いいね、悔しいって言える仲間ってよくない？そうですね、いいねいいね、刺激しやすい。2022年今年ですね、はい、Y2K、平成レトロなど平成が懐かしがられた今年、森戸千咲卒業、加賀楓卒業、16期桜井梨央 CD デビュー、お茶の間デビュー、横山玲奈ラジオ番組表2022秋号の名アシスタント部門1位です。すごい。そうなんだ。え、ヤンダンのってことですか？へぇー。ヤンダン？すごい。すごい。そうなんだ。おめでとう。すげえ。思ったよ。でも意外とこうやってバババって見てみると、うん、案外卒業してるし、案外加入してるなっていう気はしますね。確かに、後半もね。確かに。だから結構やっぱ入れ替わる。まあ、45人。うん、だから、本当はもっといるからね。本当はもっと卒業してるし、最初の。そうですよね。確かに、全部こうまとめたら結構な入れ替わりありますからね。結構な。ウィキペディア長いですもんね。娘っていうだけ。だから調べようと思ったら、モーニングのこと調べようと思ったら、ちょっとめんどくさいですね。そう、めんどくさいから、だから記号ついてくれてよかった。あー、なるほど。ワンフォーから確かに確かにその以降からついてくれると分かりやすいけど、それ以前の曲ってめちゃめちゃあるじゃん。あります。だからなんか検索するとすごいなんか大変なんだけど、うん、でもあのワンフォーとかついたことによってカラオケで探しづらい。あ、そうですよね。ワンまでしか表記されなくて、検索してもどれってなっちゃうんですよね。あれだけもうちょっと長く表記してほしい。耳に覚えてなかったりとかもするんですよ、うん、その何年発売だったかっていう。いや覚えてないよ。だからあれ探しづらいしなって思ったり。カラオケだけはモーニング娘。で一括りにしてほしいなって思う。分かる、めっちゃ思う。だからめっちゃ探すんだよね。そうなんですよ、めっちゃ探して、うん、あ、そうだ、記号ついてるわみたいな。そうないなとかなりますよね。分かる分かる。すごい怒涛のすごい歴史だよね。でも本当はもっといっぱいありますからね。もっとありますから。25年すごい長いなと思います。本当に長い間愛されてる、うん、とグループに入れたっていうのはすごい不思議。不思議です。なんか、なんか夢のような時間だったんだなって夢のような思ったりしますけど、うん、本当にダダダダと振り返ってきて、うん、皆さんも自分たちの思い出とかをね、一緒に思い出して浸っていただけたら嬉しいななんて喋っていて思いました、うんね、はい、はい、ということで以上モーニング娘。25周年ヒストリーでした。モーニング娘。25周年スペシャル、高橋愛と飯窪春菜と工藤遥香の MBS ヤングタウン、 MBS ラジオからお送りしています。モームスは癒せませんのコーナー、イエイ。さあ、いつものさんまさんのヤングタウンでは、はい、最初はパックンチョのコーナーという名前で、なんとモーニング娘。誕生より前の28年前から続いている名物コーナー、癒せません、リスナーを癒すために歴代のメンバーが思いを込めてセリフを読んできたコーナーですが、今日はモームス25周年ヤンタンということで、モーニング娘。の歌に出てきたセリフがこの箱に入っています。順番に引いて読んでいきたいと思います。はい、一番リスナーを癒せたとスタッフさんが判定した人には25周年記念のプレゼントを贈ります。欲しい、なんだろう、欲しい、なんだろう。じゃあ順番にまずいい子を、はい、いきます。うわ、ちょっとやだなー。え、何？じゃあ、そういうセリフがあったっけ？大丈夫ですか？そういう歌詞あった？ちょうどよくて嫌かも。癒せませんのルール守るってことですかね。そういうことですよね。やりたくない。でも歌詞だよ。私たちが歌ってた歌詞だから。そうなんですけど。でも改めて思うとな、ちょっとこう、あれな歌詞ありませんか？ねえねえねえ。そうなんだ。もあるね。はい。ありますよね。ありますよね。じゃあ、早速。はい。ぎゅっとして、抱きしめてよ。どうです？素晴らしい。うん、おー、うん、なかなかやりやすいセリフが入ってます。実際やりやすい、うん、でも変に汗かく。いや、すいません、本当に変な汗かくんだよな。じゃあ続きまして、なんだ、あれマジで感じ抱えてる、なんだろう。お願いします。 Is it necessary？かわいい。ワットイズラブ。ワットイズラブ。これ、外れだよね。ね、外れだね。言いづらいね。これ、言いにくいよ。セクシーに言うんだっけ？セクシーに。さあ。さあ。なんだなんだ？面白い。いいですか？はい。ねえ、笑って。
プロデュージって難しくない？もう飯田さんを浮かべました。大抵ホールドミーから目を笑ってるした。またやるの？何でやるの？なんか難しいことを今気づいたわ。確かに難しい。これをでもだいぶ当たりだったね。当たり当たり。でも当たりなのも恥ずかしいよ。確かにね、目を笑ってもっと頑張ればよかった。え、むず。はい、いきます。あ、私あの人お昼ご飯何食べたんだろう。てかさ、やっぱこう、何時か、うん、イメージがあるじゃないですか。わかる、うん、楽曲の。うん。じゃあそれで引っ張られるよね。引っ張られるのも石川梨花だもん。しょうがない、こればっかりは。はい。面白い。いやこれいいですね。いや、無理じゃないこれ。え、何？お願いします。美味しいケーキ屋さん見つけたんで連れてってくださいよ。笑っちゃう。なんで藤本さんのカシマシのセリフですこれ。そうなんだ。ちょっとでも思い出せないっていうのもあるよね。美味しいケーキ屋さん見つけたんで連れてってくださいよ。そっか、そういう歌詞あったか、うん、なんか、はい、あのカシマシが、そう、カシマシ結構セリフいっぱいあるから、うん、あるよね。無理だよこれは。なんだろう、次。怖っ。OK。 はい、会いたいの。ねえ、早くあなたに会いたい。だからさ、それはいけますって。いい、いい、いけた？もっといけます。いや、これもいけますよ。オリジナルが。高橋さん、もっといけます。もっといけた。はい、もっといくわ、じゃあ。お、任して。早く会いたいの。ねえ、早くあなたに会いたい。ダメ？いや、いい素晴らしい。よかったです。ありがとう。後輩たちに褒めてもらえた。これはちょっとラッキーだったね。いいこれはね、なんか運も実力のうちですよ。これ本当にね、引きが悪いとこう、そうだね、でも今のところね、いいこと行こうもない。まだもう一周行くみたいですね。行きますね。行きますね。ああ、はい、何、はい、ね、お父さん。やだ、なんか。何やだ、なんかやだ、お父さんになんか言ってるもん。やだ、なんかやだ、もうやだ、なんかやだ、もうやだ。これ面白いじゃん。あー、楽しい、面白い。どう、はい、セクシービームいいじゃん。ちょっとセクシービーム、うん、これいいじゃん、はい、でもどう、今消化不良なんじゃない？いや、いいよ、一回言ったろ。マジで言ってます。セクシーピン。いいじゃん。やだ。恥ずかしい。これ恥ずかしいね。顔赤くなるわ。だいぶ恥ずかしいこれ。だいぶ恥ずかしいね。変な汗かく。OK。私をこのまま一人ぼっちにしておくわけ？私をこのまま一人ぼっちにしておくわけ？ヘルプミーですよね。ヘルプミー、ヘルプミーの福ちゃんの。あ、いや、やっぱなんかあの、うん、福村さんがそもそもセクシーじゃないですか。そうなの、難しいですね。難しいよね、うん、そう難しかった。あ、ラスト一周、まだあるの。やる、結構やるの、結構やる。あ、続いては、はい、もうさっきの高橋さんで優勝でいいと思ってるんだけどな、春。大丈夫なの。あー、むずこれ。え、なに、はい、大嫌い、大嫌い、大嫌い、大好き。あー。ねえ、なに、え、歌うじゃん、最後。でもなんかさ、こういう風にセリフにするとさ、めっちゃ恥ずかしいこと歌ってるね。めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。なんか、改めてさ、あんって何？あんって書いてある。なんで曲になるとできるんだろうね。曲になると恥ずかしくもなくできるじゃん。お父様の人。確かにセリフになるの急に。急になんかハードル上がるね。何って感じになりますけど。セリフ大丈夫だわとか言っときながら。うわ、恥ずかしい。ああ、はい。こんなに優しくされちゃ、みたな。おー、いい、あるましいですね。あ、ちょっと。いいじゃん。本当、本当にラストです。あと1個しかやってない。さあ、
何でしょうか。この曲あと58秒で終わっちゃうなんて。歌方作成ナイトだよ。曲付きの。何だから何だから何そのテンションで言われてもだから何を選んだ大野の差をちょっと疑いましたが疑う。でも面白いですよ、これを、うん、セクシーに言う、うん、だから何だから何でもいい感じだったと思いますみんな。どうというわけで、スタッフさんが決めるのでね、はい、一番リスナーを癒せたと思われるのは誰ですか。ヘガさん、私だった。絶対クズかと思った。え、本当ですか。クズのさっきのも良かったよ。高橋さんには、スタッフさんから25周年記念プレゼントが贈られます。やばおめでとうございます。おあらやばポケモンパンとワンピース最新刊でーす。ワンピース、うわいいなー、クズ4か、いいのいいのいいの。ありがとうございます。デジタルで買ったんですけどね。あ、そうなんですね。単行本は買えてないんで。同じく25周年なんですか。おまえがすごい。トモスさんもか、はい、そうですよ。すごい、ね、終わっちゃいますからね。いただきます。うわー、サトシがいなくなっちゃうから。さあ、ということで以上、モームスは癒せませんのコーナーでした。やったやった。さあ、モーニング娘。25周年スペシャル、高橋愛、飯窪春菜、工藤遥香の MBS ヤングタウン、いかがでしたでしょうか。楽しかった。初めて。楽しかった。熱くなっちゃいましたね。なんか熱い、うん、熱いですね。熱い。結構思い出話もできましたし、ちょっと予想外に盛り上がるこの曲。痩せません。楽しかったな。これいいですね。なんかやろうよ、うん、みんな集まってやったら面白くない。いや、めっちゃ面白いですよ。面白そう。でもどこをピックするかは大事で。だからそのマネージャーさんのルール会議の時に、うん、そういうレクリエーションも用意しておいて、ね、確かにやりたいですね。イベントやりたいね、みんなで。そう、面白そうですね。ランダムでさ、今まで話せなかった人とも話せるじゃん、こうやってさ、はい、でもめっちゃ緊張しそう、ね、ガチガチになっちゃうよね、うん、だって急に中澤さんと2人で喋ってくださいって言われたらどうしていいか分かんないですもん、うん、でも喋るしかないじゃん。あ、そっか、あ、そっかそっか、喋るしかないから、まあ確かに。ただ逆に喋るんじゃない。そうですね、うん、確かにイベントをやりたいですね、せっかく25周年だし、うん、すごいな、なんかそう思うと、うんうん、ね、可能性は無限大。すごいいい時間だった、ありがとう。いや、楽しかったです、本当にありがとうございました、うん、来週1月7日のこの時間は明石家さんまさんのヤンタン土曜日です、ここまでのお相手は工藤遥香と飯窪春菜と高橋愛でした。皆さん、良いお年を。